各球団の他球団だけど好きな選手がこちら、コメントにお願いします。阪神やっぱ佐藤輝也な、セリーグのギータになれる逸材だと思ってるわ。西武戦のホームランとかかっこよすぎたし好き。個人的に注目してるのは高橋やな、怪我なければタイトル取れる実力者だと思ってる。広島大瀬良の藤浪のやつとか見てて一気に好きになったわ。大瀬良は人気高そうだよね。巨人圧倒的スターの坂本やろ。巨人のスター選手は多いな。坂本はマジで好きだな。変に衰えた姿を見たくない。ヤクルト山田めっちゃ好き。あの全盛期は本当に全野球ファンを虜にしたよね。定期的に伝説的な選手が現れる球団あんまいないだろうけど小川好きだわ。横浜オースティンやろ。ハムファンやが大谷はまだまだ頑張ってほしいな。中日中島だって出てくると安心できるから。ネオはやっぱ気になるね。高校時代から応援してるし。祖父江さんソフトバンク周東マジで好き。走るフォームといいしなやかな感じタイプなんだよね。ギータ好きそうなファン多そう。オリックス宮城くん、あの可愛い感じ応援したくなるし。紅林は4年後くらいとんでもないショートになっててほしいわ。山岡日ハムハムファンじゃないけど清宮のホームランは花があって好き。レイエスマルティネス軍事は気になるね。楽天おごう、楽天ファンはみんな評価してるけど他球団は過小評価してると思う。マー君安田はなんやかんや好き。ロッテローキ藤原佐々木は人気そう。西武源太おかわりくん、最後までご視聴ありがとうございました。こちらの動画も見てくださいね。